はい、どうも皆さん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、最大1000ポンタポイント、ローソン銀行 ATM で AUPay 残高にチャージが超お得ということで、今回は AUPay についてですね、この動画ではローソン銀行 ATM から AUPay にチャージをしたらお得なキャンペーンについてお伝えします。実際のチャージ方法ですとか、プラスアルファの情報もお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、いってみましょう。 いてことで、今回お伝えさせていただくキャンペーンこちらとなっております。au でも au じゃなくても aupay チャージならローソン銀行 ATM がお得ということで、なんか見たことあるかもしれないというキャンペーンなんですけども、そんなんですよ。以前もですね、これと似たようなキャンペーンが開催されておりまして、付与される特典に関したらちょっと下がってはいるんですけども、まあまあお得なキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンですね、ここにも出てるように、ローソン銀行 ATM で aupay 残高にチャージをすると、最大で1000ポンタポン ポインンントがもらえるっってていうキャンペーンとなっておりますで、その基準としたらですね、ここにも小さく出てるんですが、チャージ金額に対して5%相当のポンタポイントを加算しますっていうことになってます。なので、いつものように計算をしたいと思うんですけれども、上限が1000ポンタポイントとして、これ割ることの0.05なので、2万円分チャージしたら1000ポンタポイントの上限に到達するということになります。ですけども、今回は2万円も上限までそのまま入れちゃってもいいんですが、普通に2万円も AU p じゃ使わないな という方がいらっしゃったら全然1万円とかでもいいと思いますしまあその場合はね付与されるポイントは500ポイントになったりとかとりあえずチャージするごとに5%付与という風に覚えていただければ結構ですで今回このキャンペーンに関したら若干期間は短いんですけども本日6月13日日曜日から6月30日水曜日までの約半月ほどのキャンペーンとなっております で、キャンペーンに対しての注意事項なんですけども、一部だけちょっとピックアップしたら、まずここですね。ローソン銀行エイティからの最低チャージ額は1000円過去不加税ですということですので、まあ、使ったことある方ならね、わかると思うんですけども、小銭とか小さい額はちょっと入れることはできないんですけども、とりあえずまずは1000円から入れることができます。で、先ほどもお伝えしたように、チャージ額に対して5%分のポンタポイントを加算されると。そして、ポンタポイントの加算上限は1000ポイントまでとなっているということですね。なのでご自身でまあ AUPAY これぐらいいいいい使うかかなななみみたた感じででで調整しし上で2万円以内で設定してみてもいいかなと思います他にもですね、ローソン店舗以外に設置されたローソン銀行 ATM も対象であったりとか、あとはこれ以前の動画の時にもコメントいただいてたんですけども、ローソン銀行 ATM でのチャージは店舗によってご利用になれない場合がございますということでしたので、まあ、その時の動画のコメントで、ローソンに行ったけど ATM がそれに対応してませんでしたっていうお声もいただいておりました。一応ですねここににも出てるようにご利用可能な ATM ローソン銀行サイトをご確認くださいということでこのリンクをね クリックしたらご覧のようなページが出てくるので、ご自身のお住まいの地域のローソンが対応しているかを見ておいてください。そしてポイントの加算時期に関したら7月末予定しているということですので、まあまあ早くポイント付与されるかなっていう感じで思っていただいて結構です。で、早速ですね、僕も今回チャージをしてきましたので参考にしていただければと思うんですけども、今回は2画面でやっていきます。まずはこちら左側のローソン銀行 ATM の画面からなんですけども、普通に ATM に着いたらこのトップの画面から左側にですね、スマホ取引っていうところがあるので、 ここをタッチしますそしたらですね、お取引会社のスマホアプリで QR コードを読み取り確認をしてくださいということで、ここに QR コードが出てるので、これを aupay で読み込みを行います。そしたら今度 aupay の画面なんですけども、 まずは、ここのチャージっていうところをタップします。で、そしたらですね、チャージ方法いろいろ出てくるんですけども、今回のお題の通りですね、ローソン銀行 ATM というところがあるので、ここをタップします。そしたら、ローソン銀行 ATM のチャージ方法がいろいろ出てきますので、一番下にですね、QR コードを読み取るっていう項目があるので、ここをタップします。 カメラが起動しまして、このカメラを使って、ここの QR コードを読み込んでください。そしたらですね、今度は QR コード読み取りましたということで、企業番号8434が出てきますので、この状態で待っていただいて、次に、ローソン銀行 ATM で企業番号を入力するところが出てきますので、ここで8434を入力して進めます。そしたらですね、お手続き中ですという風に出て、で、確認とかどんどん進んでいっていただいて、次にチャージするお金を入れるタイミングなんですけども、このタイミングで入れるんですが、この紙幣 をを入入入れれれるととこころででで僕はは今回すすすね2万円上限分たたいと思いいい思ままのでこの中に入れていただいてだ手を振りますそして、間違いなければこの2万円確認できたら右下の確認をタッチしていただいて、バッチリとチャージができたか見ていただいたらわかるように、先ほどの8,263円分からプラス2万円されているということがわかると思います。チャージ方法としてはめちゃくちゃ簡単ですね。もうこれだけ行えば1000ポイントがもらえたということになります。 で、せっかくなので、チャージした後の活用方法ということで、まあこれは人それぞれですね、使い方変わってくると思うんですけども、今回僕なり3つにピックアップをしております。まず1つ目は、モバイルスイカへチャージ、実質5%還元ということで、そうなんですよね。まあ今回、a a p にチャージしたことによって、モバイルスイカ、僕 ApplePay を使ってるので、モバイルスイカにチャージをすることができます。で、実質5%還元っていうのは、今回のキャンペーンで、まあ2万円分チャージしたので、ポンタポイント分がね、5%分付与されるので、まあ実質5%還元で いいかなというふうに思っております。ちなみに、このチャージを行う場合は、この a u p a y プリペイドカードというものがですね、必要となりますので、もしお持ちの方は、参考にしていただければと思います。僕は普段 iPhone 使ってるんですけども、設定を開いていただいたら、真ん中のところに、ウォレットと ApplePay というところがあるので、ここをタップすると、ま、いろいろね、僕が設定している ApplePay の画面が出てきます。まあ、ちょっとね、かなりの数がありますけども、モバイル Suica にチャージする場合は、この真ん中のマイスイカというところですね、タップしたら、Suica の情報が出てきます。ここで、左側に、 あのチャージっていう項目があるので、このチャージをタップすると画面が変わってチャージしたい額を入力する画面に出てくるので、ここでいくらいくらという風に入力するんですけども、今回試しに5 0 0円という風に入力をして追加するをタップします。そしたらですね、ここで AU ペイプリペイドカードがちゃんと選ばれているかどうか確認した上で、あとはこのままダブルクリックで支払いとすれば <laughs> AU ペイからまあこの AU ペイプリペイドカードというのを使って <laughs> Apple Pay を利用して追加にチャージをするっていうね。なのでこれで実質5% 還元ということになるのでまあ、ぜひ、ね、こちらも参考にしていただければと思いますで続きまして2つ目なんですけどもこちら AUP のキャンペーンで利用ということでだいたい僕がね AUP を使うときは基本的には何かしらのキャンペーンが開催されているときに使うっていうことがもうほとんどです一番近い日であればですねこちらの対象のマチカフェドリンクをポンタカード提示して AUP コード支払いで行うと150ポンタポイントプレゼントということで、ね、このキャンペーンですね6月の15日ら6月28日まで開催されているのでこの動画をアップする普通 2日後かからなんですけども、このタイミングで使ってみてもいいと思います。組み合わせとしても結構簡単ですよね。 まあ、ローソンではね、他にもローソンの生活応援企画で3%還元のキャンペーンもやってるので、まあ、チャージした分でローソンで消化していくっていうのも結構いい方法かなと思います。まあ、ここ最近ね、まだ AUPay の大きなキャンペーンっていうのが、そんなにまだ感じられるとこではないので、まあ、残高は使わず、とりあえず、キャンペーンが開催されるまで持っておくっていう方法でもいいと思います。まあ、これはね、今後の AUPay に期待をしたいとこではありますね。待ってます、AUPay。ってことで、続きまして3つ目なんですけども、こちら、以前のね、動画でも紹介したんですけども、au 自分銀行に 出勤をするということで手数料ありという風に記載をしておりますそうなんですよねもし A U の自分銀行持ってる方であれば このチャージした分を手数料はかかるんですけども、普通に現金としておろすことができます。やり方めちゃくちゃ簡単で、この AUP の画面から左側の3本線のところをタップすると、いろんなメニュー画面が出てくるんですけども、ここで払い出しするっていうところですね、タップすると、画面が切り替わって、払い出ししようかなと僕も一瞬思ったんですけども、じゃんということでご覧のとおりですね、本サービスのご利用には本人確認が必要です。本人確認を行った後、再度サービスをご利用ください。本人確認するということで、そうなんですよ。これ 僕、気づいてなかったのかもしれないんですけども、いつの間にか AUP 本人確認がちょっと必要になってたっぽくて、 全然それをやることを忘れてたんですよね。なので今回はね、もう出勤せずそのまま au pay とかモバイル Suica でちょっと使おうかなと思っております。ちなみに手数料に関したらご覧の通りとなっております。払い出し手数料は払い出し額2万円未満の場合に関したら税込み220円。そして2万円以上の場合は払い出し額の1%過去税別がかかるということになっておりますので、もし払い出し出勤される方に関したら、まあ、ここの注意を踏まえた上で払い出しを行ってください。で、今回僕もついでにですね、本人確認を行いたい と思いますのでこの本人確認するをタップしてまあいろんな説明書きが出てるのでこの次へ進むをタップしてそしたらですね本人確認の流れということでもうね本人確認書類撮影して厚み取ってあと本人の画像を撮るということなんですけども本当にね今どこもこのパターンになってますよねまあそれだけねかなり厳しくなってるというのはあるんですけどもなかなかねやっぱりこの本人確認は未だにちょっと慣れないところではあります共感していただける方ぜひグッドボタンをお願いしますで本人確認処理へ進むということでどんどん進め 出ていっていただいてこれでやっとですね本人確認申請受け付けましたで審査期間は数日程度ということでございますんで僕はね特に出勤ができずこのまま本人確認を待ちたいと思いますなのでねチャージ後の活用方法として一部しかお伝えはできてないんですけどもとりあえずモバイルスイカにチャージしたりあったりとか au ペンのキャンペーンで利用したりとか au の自分銀行に出金するとかまあ、ご自身が一番いいベストな方法をぜひ選んでみてくださいそして今回お伝えしたキャンペーンのまとめなんですけどもキャンペーンの期間は6月の13日本日から6月30日までとな なっておりますで、このキャンペーンの条件としたら、ローソン、銀行、ATM から au ペイにチャージをするっていうところが条件となります。めちゃくちゃ簡単です。で、特典内容として、チャージ額に対して基本的には5%付与 もらえるのはポンタポイントしてもらうことができます。で、上限が1000ポンタポイントまでとなっておりますので、2万円までチャージをすることで、1000ポンタポイントに到達します。ですけども、無理に2万円チャージしなくてもいいので、まあ、少額でも1万円とか5000円とか1000円とかでも全然いいので、ご自身が使える範囲とかでチャージをしてみてください。そして、付与日は7月末ということですので、まあ、結構早い段階で付与されるかなというふうに思っております。まあ、そんなこんなで今回は、ローソン銀行 ATM と AU ペイのチャージキャンペーンについてお伝えさせていただきました。まあ、このキャンペーンね、本当前回 の時に実際に行って、まあ、それからちょくちょくね AUPay もキャンペーンが開催されてたような記憶もあったので、まあ、今後もねこのタイミングでぜひ AUPay を使ってくださいキャンペーン的なやつにちょっと僕は期待をしたいところではありますで今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンクに関しては概要欄に貼っておきますので詳細気になる方いらっしゃいましたらチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました